本当にお前たちは強い侍になった。強い侍になった。原辰年。待ってんの？待ってるよ。どうも皆さん、明けましたね。泉朝日でございます。よろしくお願いいたします。今年もさあ、コブさん。はい、明けましたね。開けてたね。開けてます。気づいたら、まあ、気づいたというか、もう結構開けてるんですけど、うん、今日が折り染めということで、で、今日やることなんですけども、はい、去年に引き続きお正月パフォーマンスをやらせていただきたいと思います。いつもより多めにやらさせていただきます。うん、小松さん、初詣まだっすよね？いや、初詣もしましたね。うん、まだなんすね。まあ、じゃあまだって受け入れしとくわ。本日のお伊勢さん紹介していいですか？はい、それでは本日のお伊勢さんです、こちら。うん、さあ、今年も彼と共に1年を過ごすと、まあ多分ですけど、彼が今年の年末にここにいることはないですね。まあ可能性限りなく低いよね。低いね。ガタガタなんで、もうすでに。そうだね、すでにガタガタなんで、もう本当に僕らからしたらもうちょっと神みたいなとこあるんで、うん、一応もう出ていいですか？うん、参拝の儀始め。あれ、神社って二礼二拍手一礼ですよね？多分。すいません。二礼二拍手一礼になっちゃいました。今年はさ、もっと面白いことで言っていこう。まあそうだね。うん、なんかほんのり滑ってるから俺いつも。ほんのりっていうか、がっつりっていうか、うん、コメント欄に書かれてるよ。この人は喋ってたら面白くないからずっとショートだけ上げてたらいいって。うん、今年やめよ、そういうの。9年中はね、もうダダ滑りだったかもしれないけども、本年はもう二礼二拍手一礼なんてくだらないよ。くだらないし、罰当たり。気をつけましょう。あなたもじゃあ一応やっといてください。あ、もう今もうカメラ持ったままやっちゃってください。はい、だこれも、うん、今のもうダメなのよ、うん、ほんと、ジャンジャンじゃないのよ、うん、面白いこと言ってかないと。面白いかすごいかどっちかにして、わけわかんないこんなんつけてんの、うん、やること教えてください。はい、今年のね、お正月パフォーマンスはトム・クルーズ with 側転ということで、私のインスタの DM の方に、泉さん、こんなことやられちゃってますよと、泉さんのいとこが映ってますよなんていう風に送ってくれた方が結構何人かいました。そうなんだ。はい、その映像があるんですけれども、はい、こちら。それをやっとこう、正月なんで、はい、めでたいんで。これ一応新技っていうこと。新技ということで、うん、去年は新技やって、結局全部失敗したんでしたっけ？うん、うん、そういうことないように、縁起悪くないように、縁起悪くないように。じゃあこれはもういらない？まあいらないね。本当になんか捨てづらいよね、こういうのね。じゃあ女だって正月過ぎたら、うん、ほんとただのご婚儀なんだから、うん、まあお焚き上げしてもらわないと。うん、そう、お焚き上げするまで取っとくのがもうほんとだるいけども、うん、取っときましょう。じゃあやりますか？やりましょう。よし、行こう。じゃあやっていきましょうか。やりましょうか。待って、どっかで見たことあるんじゃない、これ。この人はもう忘れたよ。普段のトム・クルーズと変わらずなんですけども、うん、降りてこいつが独立してる時に、うん、後ろでまあ測定してると。はい、降りた。測定で持ってない。全然。オッケーオッケー。まず一発やってみましょう。うん、一発でクリアしたら、これはもう縁起いいというか。まあ今年はもう超いいってことね。爆売れ今年、うん。ただこれ失敗しても、うん、それ乗り越えていきましょう。逆に言えば。乗り越える1年、そうさせてもらおう。運がなかった。運が あったんだよ、運が、うん、去年も言ったけども、うん、めでたいことしか言わないで、うん、ね、頼むよ。やめて、縁起悪いこと言うの。受験生もやっぱりいっぱい見てるからね。そう、受験生いっぱい見てるから、受験生のためにもみんなの受験の悪い運を、そうね、あなたが全部持ってったっていう。あ、それはもちろんそうですよ、うん、邪気を吸い取って、うん、俺がこう消化させてまた自転車乗りますんで、うん、もう皆さんは安心してお勉強して試験に臨んでください。やっぱ新年早々空気読めないね。事件というか事故というかたくさん頻発してますけども、うん、
ここで終わりにしよう。もう、まあ、そうだ、明るくしてこう、うん、もう終わりにしよう、うん、明るい1年にしましょう、うん、それではじゃあ行きましょう、うん、よし、やりますか。はい。現場は緊張感に包まれてます。で、信じられないかもしれないですけど、昆布さん、うん、正月飾りはバミリになりました。はい、やってることは大変罰当たり。まあ、よくないね。よくないですね、うん、パッパと終わらせましょう。いきますよ、正月なんで。お願いします。今年一年よ、最高のものにしちゃっていいっすか。もうそれはご自由にお願いします。皆さん、明けましたか。もう明けてるんだよ、とっくに。いきましょう。いいよ。それでは開けさせていただきます。うん。え？嘘。嘘。ちょっと待って。え嘘。普通に失敗するかなと思って。嘘。ちょっと待って。そう、え、待って待って、成功しちゃってる。成功しちゃってるね。失敗の絵は失敗の絵撮れてない人じゃん。めっちゃ軽やかに成功しちゃってんじゃんね。失敗の絵撮れてないぞ。全然自転車がちゃんと走ってるから。めちゃくちゃうまくできちゃったね。うん、な、開けました開けました。一回チェックします、映像。うん、一回ね、チェックしましょう。じゃあチェック。はい、開けてたということで、すっごい軽やかだったよね。まあそうだね、うん、うん、やってる中で、うん、過去一綺麗だったよね。まあ過去一ね、ね、うん、え、今年売れる俺もしかして。まあ幸先いいっすね。幸先いいよね、うん、いや幸先いいよか。ちょっと待って、もう今日怖いよね逆に。ねえ、俺たちがさ期待してたのって、期待してない、期待してないよ別に。ただ起こりうる失敗の絵としてね、うん、谷子ガシャン、俺側転ガシャン、ドカンドカン、あーみたいなさ、うん、それじゃん欲しかったの。一発二発ぐらい欲しかったよね。それ欲しかったよね。でわざわざ撮り直すのも違うし、うん、ねえ、これでね、例えばよ、やばいフレームの外だとかさ、うん、カメラにうまく収まってない、かぶっちゃってるとかさ、うん、そういうのがあったら、うん、やり直しの理由にもなるんだけど、うん、映像確認したところ、うん、もうバチ切れ。あなたも成功しちゃってんのよ。俺が失敗しないんだったら、あなたが失敗してくんないと2回目できないから。逆にいいんじゃないもう。成功したからもう演技いいし、やっぱりそういうことだよね。なんかあるよ今年は。今年なんかあるよ、うん、なんかあるよ。もう暗いニュースここで終わりにしよう、うん、明るいことだけしていこう、うん、そういうことでいいですね。まあそうですね。今年もじゃあ目標というか、うん、やりますか。じゃあ、まあそうだね、うん、ちなみにドキドキダッシュチャンネルの方ではですね、もう私の目標の方は発表させていただいておりますので、詳しく気になる方はそちらを見ていただければなと思うんですけども、はい、去年圧倒的でした、うん、果たして圧倒できたのかどうか、うん、怪しいところではあります、僕にとって、はい、今年本物これでございます。なるほど。2023年、うん、やっぱりさ、おい YouTuberおい TikToker、 舐められてた、うん、すっごい舐められてた。 YouTuber 風情、 TikTok 風情になってた俺は。でもやっぱり俺が目指すとこそこじゃないなって、うん、本物だなと。矢沢永吉、一郎、その段階までいかないと。やっぱり今まで過去のね、技術の切り売りでさ、過去の感性の切り売りで過ごしてきた部分があったんで、はい、もっと、新しいことを学びつつ、うんうん、新しい技術取り入れつつ、それを動画にこう落としていけたらいうふうに思っています。2024年、うん、本物の泉朝日になりますんで、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして昆布さん、昆布さん、ちなみに去年の目標覚えてます？もう覚えてるよ。圧倒的な4っていう、なんかわけわかんない目標だったんですけど、もうね、目標が何なのかもわかんないし、うん、達成したかどうかもだから俺たちわかんないの。圧倒的に4がわかんねえから。まあそうだね、うん、今年はどうですか、結婚とか。まあ、今年はもう結婚決めてます。結婚、本物の4。
そのさ、だろ今日は圧倒的な4でも本物の4でもなく4なんだよ。その今日は今年はこそ本物の4になるっていう。本物の4になるんだ。そう。もう分かってないんだけども、はい、4の目処は立ってるんですか。まあなんとなくは。あ、立ってんだ。立ってるけどやっぱ去年は無理だったね。なるほどなるほど。一応チャンネルとしての目標も持っといた方がいいんですかね、うん、こういう時って。大体さ、まあそうだね、の YouTuber とかはさ、うん、年内100万人とかやっぱやるわけじゃん。うん。まあでも年内100万いけたらいい。うん。それはまあ嬉しいし。え、そうそう、嬉しいだけなんですね。うん。うん。俺が本物になれば、自然と年内100万人に行くわけだし、年内100万人に行けば、自然とあなたの本物の4もついてきますもんね、多分ね。まあおそらく。だそこ目指していきますか。まあそうですね、まあ頑張りますか。頑張りましょうか。なんか、新年一発目からすごいうまくいったけど、うまくいってない感じすんな。なんか。まあ。そういう時もありますよ。今年も一年よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。うん、俺大丈夫か大丈夫か。いや、幸先いいです。幸先いいのか本当に。俺が悪いんじゃねえのか。大丈夫かな。あきっぱつと